うつろな目で歩く16歳の少年チャールズ。彼は壮絶な過去を抱えています。日本から約1万2000キロ離れたアフリカ大陸の東部にあるウガンダ共和国。ウガンダでは約20年間続いた内戦中に3万人以上の子供が誘拐され、いわゆる子供兵士として戦場に駆り出されてきました。チャールズも子供兵の一人です。上官から彼に与えられた最初の任務、それは母親の腕を切り落とす。一体なぜ彼は最初の任務として実の母親を襲うことを強制されたのか。なぜ子供たちが兵士として戦わされているのか。ウガンダで起きた戦争、そして子供兵士という問題について分かりやすく解説します。どうも皆さん、こんにちは。原寛太です。現在僕はウガンダ共和国の北部最大の都市グルに来ています。まだ幼い子供が武器を持ち戦場で兵士として戦っている。子供兵士という問題をあなたは知っているでしょうか。ウガンダに暮らすチャールズもその一人。彼はある日ウガンダの反政府ゲリラに誘拐され、少年兵として戦場に駆り出されてきました。チャールズはどのような過去を背負っているのか、ウガンダで起きた内戦と子供兵士の問題について分かりやすく解説します。ぜひ最後までご覧ください。アフリカ大陸の東部に位置するウガンダ共和国。かつてイギリスの植民地だったウガンダでは英語が公用語として話されており、アフリカの中では比較的治安のいい国です。首都のカンパラがあるウガンダの南部は標高が高く、年間の平均気温は25度。アフリカの中では過ごしやすい国であり、近年は著しい経済発展を見せています。その一方、ウガンダの北部では1980年代後半から約20年間にわたって戦争が起こりました。この戦争では神の抵抗軍と呼ばれる反政府ゲリラとウガンダの政府軍が戦闘を繰り広げます。チャールズは反政府ゲリラの一員として戦うことを強制されていました。チャールズはウガンダで戦争が起きていた当時まだ16歳でした。ある日のこと、チャールズのお母さんが隣の村まで歩いて出かけていきましたが、夜になってもなかなか帰ってきません。心配になったチャールズはお母さんの帰りが待ちきれず、隣の村まで歩いて迎えに行くことにしました。しかしお母さんを迎えに行くために夜に外出歩いてしまったことが悲劇の始まりとなってしまったのです。当時のウガンダでは夜遅い時間帯には反政府ゲリラによる子供たちの誘拐事件がたびたび起きていたからです。チャールズもお母さんを迎えに行った途中で銃を持った兵士たちに囲まれ、そのまま部隊に誘拐されてしまいました。夜になると神の抵抗軍が村を襲撃して子供たちを誘拐するっていうパターンがやはり一番多かったんですけど、2005年当時私が来た頃はまだ紛争がこの場所でも行われていたので、人口の9割が国内避難民っていう避難民キャンプにこう避難して生活している状況だったんですね。夜になると国内避難民キャンプが村だけじゃなくてキャンプ自体が襲撃されて、でそこで子供たちが誘拐されて、で連れ去られて兵士にされるっていうケースが一番多かったですね。神の抵抗軍は子供たちを誘拐し、銃を持たせ戦場へ送り出していました。誘拐された数日後、チャールズも自分が生まれ育った村に連れて行かれます。そして彼は村を襲撃する作戦に無理やり参加させられたのです。大人の兵士たちはチャールズを村まで連れてくると彼のお母さんを前にこう命令しました。この女を殺せ。そう言いながら銃の先でお母さんを小突いたのです。チャールズは当時の経験をこのように語っています。怖くて怖くて仕方がありませんでした。もちろんそんなことはできないと言いました。そうすると今度は剣を持たされ、それなら片腕を切り落とせ、そうしなければお前もこの女も殺す、そう言われたんです。僕はお母さんが大好きでした。恐ろしくて手が震え、頭の中が真っ白になりました。とにかく自分もお母さんも命だけは助かってほしい。だから仕方なく剣を振り下ろし、お母さんの腕を切り落としたとチャールズは語っています。彼と会ったのは私たちがプロジェクトを始める前で、私にとっても初めて会う元子供兵に近いぐらい、その数人に会ってチャールズに会ったので、彼の経験してきたことがあまりにも衝撃的だったっていうことと、実際に彼とこうあの話をしている時に、まあなんて表現していいのか分かんないんですけども、顔がこう硬直しているというか、表情がないというか、目の焦点が合っていないような、そんな状況で淡々と彼が経験してきたことを話してくれていたのを、まあ、覚えていて、2004年なのでもうかなり前の話ですけれども、その時の衝撃というのはやっぱり今も覚えてますよね。チャールズが体験したような事例はウガンダの戦争では氷山の一角に過ぎません。誘拐された子供が後日生まれ育った村に連れて行かれる。そこで大人の兵士から命令され、自分の家族を襲うといったことが強制されていました。なぜこんなひどいことが行われていたのか。それは
子供たちから帰る場所を失わせるためです。自分の手で家族や友達を傷つけたらもうそこに戻ることはできません。つまり軍隊で兵士として生きていく以外の道を最初の段階で失わせるのです。こうして反政府ゲリラの神の抵抗軍は子供兵士を増やしていきました。ウガンダの戦争だけでも3万人以上の子供が誘拐され強制的に兵士にさせられてきたと言われています。神の抵抗軍がかなりこう力を、持っていた時代、90年代の終わりから2000年代の初めぐらいにかけては誘拐された後南スーダンに連れて行かれて、当時はスーダンっていう一つの国だったんですけど、そこに連れて行かれて軍事訓練を受けさせられて、男の子も女の子も、基本的には武器を持って戦いにこう駆り出されるっていう、いわゆる兵士としての、仕事っていうのもあるんですけど、子供兵の中にやはり逃げたいという気持ちがあって、逃げようとする子供兵も当然いるわけで、そういった時にその逃げ出した子ども兵がいた場合、その子ども兵を捕まえて連れ戻して懲罰と称して本人の唇をこう削ぎ落としたり、そういう、こう被害を子どもたちはこう経験したり、ウガンダ北部の子ども兵の 24% ぐらい、4分の1ぐらいは実は女の子だっていうふうに言われていて、女の子の場合は性的な暴力を受ける、つまり強制的にこう結婚をさせられ、神の抵抗軍に誘拐された子どもたちはそういう、こう経験をさせられていますね。子供兵士とはあらゆる軍隊に所属する18歳未満の子供を指します。ウガンダだけで起きてきた問題ではありません。アジア、アフリカ、中東、中南米など世界の紛争地域で確認されており、世界全体で25万人程度の子供兵士がいると考えられています。今現在も子供兵士は存在するんでしょうか？世界全体でいうと25万人とかっていう風な数字も言われたりしてるんですけれども、よく子供兵って目に見えない兵士ってよく言われるように、見た目が大人でも実は子供の年齢17歳以下であることもあったりして、特にアフリカなんかでいうと出生証明書を持っていなかったりするので、なので正確な年齢が分からなかったり、例えばコンゴ民主共和国においては元少女兵は兵士の妻としてカウントされて子供兵としてはカウントされていないとか、様々な理由で正確な子供兵の数ってのは把握するのは実はすごく難しくて、それでも今世界中にその子供兵が使われてるってことは事実で、今も子供兵がいるってことは事実あります。今ウガンダの国内にはその武装グループ神の抵抗軍はいないんですけれども、隣国にウガンダ北部の子供たちが連れ去られて、そこで子供兵として徴兵され続けてるっていう現実もあるので、ただもうそれはもうかなり昔連れ去られたので、今の年齢でいうともう20歳を超えているような、もっと子供兵この地域においてはいるっていうこと、今後東部の紛争においてはかなりの数の子どもたちが今現在兵士として徴兵され続けてるっていう事実もありますので、全体としてのその正確な数字っていうのは分からないんですけれども、紛争が今起こっている地域で子どもたちが兵士として徴兵されてるっていう現実は今もあるっていう状況ですね。歴史的には子供兵という存在は決して新しいものではありません。古くは中世の時代から騎士になることを望む子供がその従士になり、上官の身の回りの世話や荷物運びといった雑務に携わってきました。しかし近年になって子供が武器を持ち戦闘の最前線に駆り出されることが急増しました。その決定的な要因を一つ挙げるとすれば、軽くて小さく子供でも簡単に扱うことができる小型武器の登場です。兵器には大きく分けて大量破壊兵器と通常兵器がありますが、通常兵器はさらに重火器と比較的小さい小型武器に分類されます。このうち子供兵士が手にするのが小型武器です。小型武器には自動小銃や拳銃、地雷などが含まれます。特にカラシニコフと呼ばれる軽量で丈夫な銃の登場は子供兵士が戦闘に参加することを可能にしました。10歳にもなればカラシニコフを肩に担ぐことができるようになり、わずかな力で引き金を引くだけでも毎分30発もの弾を撃つことができます。特に1989年の冷戦終結後にはソ連に備蓄されていた大量の小型武器がまるで在庫一掃セールかのようにアフリカに流れていきました。小型武器が大量に出回り、紛争地から紛争地へ転々と売買されるようになった結果、小型武器の値段はますます安価になり入手しやすくなったのです。このように小型武器が大量に出回っている状況を受けて、当時国連の事務総長だったコフィー・アナンはこのように述べています。小型武器は事実上の大量破壊兵器である。
アフリカで紛争が起こっているということは、アフリカの中で武器を生産をして、でそれをこう売ったり買ったりして武装グループが使ってるって思う人もいるかもしれないですけど、実はアフリカの中で武器を作ってるってのは本当に本当にごくごくわずかで、ほとんどの武器というのは先進国、特に大国で過去に作られた武器が、特に小型武器と呼ばれるような小さくて軽くて自動化された子供でも使えるような武器が、それがいろんな国、複雑なルートをこう経由したアフリカの紛争地域に流れてきてるっていうことが一つ事実としてあるんですね。アフリカで起こってる紛争で使われてる武器っていうのは、もともとは先進国であったり大国がまあ作った武器、それがここに流れてここで紛争が起こってて子供兵の問題が発生してるという意味においては、まさにそこは直接的な関係性があるということは言えると思います。今でもそういった武器っていうのは流れてきてるんですか？正確にその武器がどれだけ外から入ってきたかっていうことを記録をしたり登録をしたりっていうことを、政府も東アフリカのこの地域で取り締まりをしようと強化したり、少なくともその武器の出入り用の記録をきちっとつけようっていう、そういう法的な取り組みとかはあることはあるんだけれども、でも正確な数はやっぱ分かっていなくて、でも少なくとも外から入ってきてるってことは間違いなくて、兵士として戦ってきた元子ども兵たちに直接話を聞くと、みんな同じようにな答えを言ってくれるんですけど、彼ら彼女たちにどうしたらこの戦争を終えられるのかって聞くと、彼らが言うのには単純に弾薬を外から入らないような仕組みを作れば、物理的に武器があったとしても弾薬がなければもうその時点で使えないので鉄くずなので、だから弾薬の流入を止めればこの紛争は終わるよっていうのが、まさにその戦場で戦ってきた兵士たち、元子ども兵たちが口を揃えて言ってくれる。だけど逆に言うと、今はまだ紛争が続いてるってことは、いや少なくともそういった武器だけじゃなくて、その武器に込める弾薬というものがどこかしらからいろんなルートを経由して入ってきてるから紛争が続いてるってことなので、特にコンゴ民主共和国においては今も起こっていますね。少し古いデータにはなりますが、ウガンダで戦争が起きていた時期の2004年に発行されたスモールアームズサーベイ、小型武器に関する調査報告によると、アフリカの戦争で多く使用されている自動小銃や機関銃といった小型武器は8億7500万丁が確認されており、少なくとも世界92の国1249社以上の企業が小型武器の生産に関わっていることが指摘されていました。そしてそういった小型武器の生産に関わっていた企業のほとんどがアメリカをはじめ先進国の企業だったのです。これも同じくウガンダで戦争が起きていた2004年頃のデータではありますが、アメリカ、イギリス、フランスの3カ国が武器の取引によって得ていた収益は、この3カ国が発展途上国に対して行っている政府開発援助 ODA の金額よりも多かったことが指摘されています。2017年時点でも全世界には10億丁の銃器が流通していると推定されており、そのうちの 85% に当たる8億5700万丁が民間人の手に渡っています。子供兵という問題を根本から解決するためには、武器の流通に関する規制などより大きな視点からのアプローチも必要なのです。子ども兵士のほとんどは誘拐されてから数ヶ月、もしくは数年以内に軍隊を脱出することができます。しかし中には10年以上もの間、長期間にわたって拘束されていた元子ども兵もいます。軍隊から脱出した元子ども兵士たちは身体的、精神的に大きな傷を抱えており、自分一人の努力では基本的な衣食住すら満たすことができない厳しい現実があります。幼い頃に誘拐された元子供兵士たちは戦うことしか知らず、基本的な教育も受けていません。読み書きすらできないため、仕事に就くこともできず、日常生活でも困ることが多いため大きな困難を抱えています。地元の村を襲撃する作戦に加担してきた、いや加担させられてきた元子供兵士たちは、軍隊を脱出して村に戻った後も地元の住民から加害者とみなされ、憎しみの対象になることもあり、社会的に弱い立場に置かれています。子供時代に誘拐されているので学校に行っていません。だから教育も受けていないし、読み書きそろばんもできないし、戦う術は教えられてるけど、一般社会で生きていくために必要な職業技術とかもないから、結局仕事に就けない、そうすると生活もできないっていう、そういう帰ってきた後も経済的に自立ができないっていうのが一番大きな、問題課題なので、我々として職業訓練をしたりビジネスをして、社会復帰、つまり経済的に生活できるような状態を作るっていうところ、それが一番大事な部分で、ただもう一つやっぱ大きな
課題があって、それ何かっていうと、まあ、仮にあの経済的に自立をして自分だったり自分の家族を養えるだけの収入を得たり、あるいは農業をして自給食料を確保できるような状況で生活ができるようになっても、それだけではなかなかあの社会復帰とは呼べないと思っていて、まあ、なんでかっていうと、まあ、社会復帰っていうのは社会的なその統合っていう、英語で言うとリインテグ、ソーシャルリインテグレーションっていうふうに言い方をすることもあって、つまり社会の中で地域の人々とのその関係性を作り直す、もしくはきちっと作って生きていくってことが特にアフリカの村々においては非常に重要なんですね。子ども兵っていうのは帰ってきた時にやはり差別偏見を受けるケースも結構あるんですね。つまり子ども兵とはいえ誘拐されて5年10年長い子は15年以上神の帝国の兵士として戦ってきて帰ってくるわけですけど、住民の側からすれば誘拐されたかわいそうな、あるいは被害者を被害を受けた子ども兵っていう見方をする人も多いけれども、逆にやっぱり住民の側も神の抵抗軍の襲撃を受けたり、それで家族親戚を亡くしたりしている人もいるので、そこにはすごく複雑な感情があって、コミュニティの側には被害者なんだけど加害者っていう見方をされることもあるので、そうすると帰ってきた時に自分の家族親族近隣住民の人とのこの関係性をいかに作り直していくか、構築していくのかっていうのがすごく重要で、もっとやっぱアフリカのその村社会っていうのはお互いが困った時は助け合ったり、そういうこうカルチャーがある中で、単にこの経済的に自立できる状況を作るっていうのは不十分、片手落ちで経済的に自立をするっていうことと地域住民とのその関係性を構築していく、その2つの指標が満たされた時に社会復帰ができたっていうふうに見なしているので、彼らは被害者であり同時に加害者でもある。つまりある日突然誘拐され本人が望んでいない兵士として戦うことを強制されてきたという意味では確かに彼らは被害者です。しかし村で生活していた地元の人たち、特にゲリラからの襲撃を受けた地元の人たちからすれば彼らは加害者でもあるのです。被害者であり同時に加害者でもある。この言葉には軍隊を脱出した後の元子供兵士が社会復帰していくことの難しさが詰まっています。実はウガンダで起きた戦争にはイギリスによる植民地支配の過去、さらには石油資源をめぐった争いなど様々な要因が関係しています。グローバル化が進み地球上のあらゆる出来事がつながり合っている今、ウガンダで起きた戦争が実は遠く離れた日本人の私たちの生活ともつながっていた、そんな事実がわかるはずです。次回後半の動画では軍隊を脱出した後の元子ども兵士に対する支援活動も紹介します。チャンネル登録してお待ちください。ここで少しだけ後取りした内容を追加させてください。後半の動画ではウガンダで起きた戦争の根本的原因になったイギリスの植民地支配や、さらには資源をめぐった争いについて解説しようと思っていたんですけど、この動画がアップされた数日後に私は南アジアのバングラデシュという国に渡航して現地取材の仕事が入っています。その関係で後半の動画アップするの少し先になりますが、いずれ解説したいと思いますのでしばらくお待ちください。子供兵士の問題に関する動画は他にもいくつかアップしていますので、そちらもチェックしてみてください。今回の動画は東アフリカのウガンダ共和国に実際に渡航して現地で取材をしました。原カンタの YouTube 活動はサポーターズクラブをはじめ日本からご支援くださる皆様のおかげで成り立っています。いつも本当にありがとうございます。皆さんからの高評価、動画作りの励みになります。この動画少しでも勉強になったという方、ぜひ高評価ボタンで応援のほどよろしくお願いします。近日中に後半動画もアップしますので、チャンネル登録もしてぜひお待ちください。ということで今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。